품바퀴 가족 미나 사마 곤니치와 품바퀴 데스. 품바퀴 채널와 한국인 저는 한국인입니다. 한국인과 한국 코스메오 세분 분석시 세분 요크 효과는 아루 한국 코스메오 주다에루 채널 데스. 마다 지사의 효과를 간지れる 스킨케어 라인도 한국 칼라 코스메모 주다에테 이마스. 스킨케어와 구찌코미데와 아리마센. 코스메와 세분 데스. 모 구찌코미데 실패する 스킨케어와 야메테 세분을 믿테 에라비마쇼. 품바퀴 가족 皆様 こんばんは 품바퀴 です. 今日は今まで紹介したことない 化粧水を 4つ 紹介します. 一番最初に紹介するのはヒゲリップカモミルジェルトーナーです。名前の通りに成分の良いジェルトーナーです。主成分としては各種ミネラル成分が豊富な氷河水とスクワランが交配後されてます。 スクワランは角質脂質成分と似てる成分できちんと保湿ができます。ヒアルロン酸も配合されてますので遅い夏まで肌をもっちりしとりにしてくれます。まだカモミルが 5% マデカソシードマデカソシンサンアシアチン酸が配合されて肌鎮静もできるトーナーです。 ジェルになってる理由はヒアルロン酸を交配合してるからです。高分子のヒアルロン酸が交配合されてますので美容液後に使うと良いトーナーです。では使用感です。足しますとジェルカされた化粧水が配合されてひんやりと冷感を感じます。塗りますと肌がしっとりします。香りはカモミル 草の香りがほのかにしますので参考にしてください。全般的に塗りますとベタつきは全くなく肌がしっとりしてるのがわかると思います。次に紹介するのはバットスキンコラゲンボームハイドロレーディングアンプル化粧水です。アンプルという名前をつけてる理由は 断トツ成分コラゲンを85%も配合してるからです。コラゲンは高分子ですので真皮層まで浸透してコラゲン再生にはつながらないですが角質層をしっとり滑らかにするのにはとっても良い成分です。そのコラゲンが 85%も配合されてますので角質層保湿にとっても良いです。 pH も 角質層を保護する 5.34で着酸性化粧水です。それに低分子ヒアルロン酸が配合されて肌の水分量をぐっと上げてくれます。まだ6種の新芽エキスが肌を鎮静してくれます。量も 500ml で大量量です。 セブンスキンすると肌がもっちり、しっとりになります。ですので、着酸性の化粧水で保湿、鎮静もできるとっても良い化粧水ですので、ぜひ参考にしてください。では、使用感です。少しとろみのある液体が入って、塗ります。 と少し重たい感じがするかなと思うかもしれないですが、全般的に塗りますとスッと吸収されてはベタつきのない化粧水です。香りはないです。次に紹介するのはクレイメリンアラスカ 氷河水85%ナチュラルトーナーです。生成水を使用せずにアレスカ氷河水を85%使用してます。汚染源が接触できない最も純粋な水です。まだ氷河水には各種ミネラルが豊富です。それに全成分 EWG グリーンドQで肌にとっても優しいです。pHも着酸性です。 量も 500ml で大量量ですので、セブンスキンするのにとっても良いです。
まだベタインベタクル感も配合してますので肌浸透力の良いトーナーです。肌の内側からしっとりさせることができ、インナードライにも良いトーナーですので、ぜひ参考にしてください。では使用感です。こちらも少しドロッとした液体が入って塗りますとひんやりと冷感を感じます。 全般的に塗りますとスッと吸収されては肌がしっとりします。最後に紹介するのはヘイネイチャー毒タミトーナーです。このトーナーはおすすめしないです。ハウェイで成分を見ると良いトーナーとして表示されますが、 ラオリン酸ポリグリセリルチューとミリスチン酸ポリグリセリルチューがとっても高配合です。その2つの成分は乳化剤です。ですので、この化粧水を塗ると乳化剤をたっぷり塗ることになります。 まだドクタミエキスも 15% と配合量がとても少ないです。ですので、ヘイネイチャーはおすすめしない化粧水です。ラオリン酸ポリグリセリルチューとミリスチン酸ポリグリセリル2が危険な乳化剤ではないですので、破片の成分表には何も問題なく表示されますが、 成分前に誤配合された場合には乳化剤をたっぷり塗ることになりますので、良い化粧水ではないですよね。ですがハフェでは 100% 良い化粧水として表示されます。こういう点からハフェは 100% 信用してはいけないです。今日はおすすめする化粧水3つとおすすめしない化粧水1つを紹介しましたので、ぜひ参考にしてください。セブンスキンしたい方はバッドスキン、もしくはクレイメリンを購入してジャブジャブと使ってください。ではこの動画が参考になった方、少しでも良いなと思われた方はグッドボタンとチャンネル登録よろしくお願いします。グッドボタンとチャンネル登録は動画作りの励みになります。では次の動画で会いましょう。